さて、ではですね、続きまして、まあ、政治の話に移っていくんですけれども、馬渕先生、前原民進党はどうなると、まあ、これ先日ね、前原さんが新しい代表に選ばれたわけなんですけれども、まあ実際どうなんだと、まあ、やっぱり国民としては思いますよね。何しろ二大政党制の肩役を担うと期待されてできたもう政党ですからね、はい、うん、いや、それはあの彼ら自身がね期待してただけで、国民が本当に期待してたかどうかはよく分かんないんですけどね。もともと民主党ができた時は、まあ、なんとなくその当時は畑山さんですよね、なんか新しいのができるのかなというようなぼやっとした感じは持ったかもしれませんけどね。でもあの時のその人選というのは非常に不透明だったですよね、選ばれる人と選ばれない人がいたりしてね、まあ、それがともかくとして、今度 の, その私がこの問題をテーマと取り上げたのはね、そもそもその議論の前提として二大政党がいいことだという前提で進んでいるわけです、日本の場合ね。しかし本当にそうなのかっていうのは私の感じで、だいたい日本に二大政党は必要ないっていうのは私の持論なんですね。それははっきりしてて、つまり二大政党にしなきゃならないほどの争点がないんですよ、違いが、だから結局あの足引っ張ることしかできなかったわけです。あの民進党、今の民進党ね、野党としてじゃあ自民党との違いを出せないわけですよ。だからいろんなことでその賭けとか森も含めてね、あのとにかく疑惑があるんじゃないかというような、そういう疑惑だけでね、その足を引っ張る、そういうことになるわけです。つまりそれは一重にね、民進党にバックボーンというかね、民進党の結党の理念も何もないからなんですよ。民進党はどう考えるということがないから、自民党をその批判することしかできない。だから結局ね、その前原さんになろうと、まあ、枝野さんであろうと誰であろうとね、民進党はそこから脱却できない。それは残念ながら能力がないというよりも、そもそも日本の政治風土が民進党を必要としてないんですよ。だって違うことはない、民進党が言ってることは全部自民党がやってんだから、だからその、未だに言ってるでしょ、政権の受け皿になる政党にならなきゃいかんとかね、政権交代を果たすとか、もうそんなね、なんとかあれはやめてほしいと、もちろんそれよりも私は、政界を再編するんだったらね、自民党も含めて本当の保守と、偽保守党を分けた方がいいと思うんですね、だからその民進党の中にも本当の保守はいるわけですよ。自党している人はの中にはそういう可能性のある人が多いでしょ。そういう人と自民党は一緒になればいい。それであの自民党の中にもあの極左みたいな人もいますからね、そういう人は出てもらって、そういう人は一緒にやって、まあ規模は小さいですけどね。だから自民一強というのはずっと続いて、その中でその、派閥の中で政権交代をやると、今までそうやってきたわけですからね、基本的にそれで、うまくあの動いてきたわけですね。だからそもそも日本というのは、この間内閣府の調査にもありましたように 75% が現状に満足しているような、ね、世論調査があるような状況でね、争点を作ってわざわざ二大政党がね、その政策を戦わせるというようなね、そもそも掃除がないわけですね。我々戦前のあれを見てみたら分かる、歴史を、二大政党だ二大政党だと言われてね、政友会と民政党がやりましたけど、何やったかというとお互いに足の引っ張り合ってやってただけでしょ。でそのそういうその政治の腐敗を突かれて軍部が台頭したという歴史があるわけですよ。だからそのもう日本に無理してね、そんなその自民党の 対立軸を作ったような政党はいらないというのが一つと、それからもう一つね、これ民進党が自滅することになると思うけど、共産党との共闘です。これをやると必ず共産党が勝つんですよ。それはもうね、歴史を見れば分かるんです。共産党 の作戦というのはね、日本共産党じゃなくて、過去そのずっとね、ロシアの共産革命以来何をやってきたかというと、小つまり弱い共産党が強い政党を飲み込むという歴史をやってきてる。中共でもそうでしょ、中国シナでもね、弱い毛沢東がその結局強かった蒋介石を飲み込んだんです。それが歴史だからね。前原さんはもともとは慎重だったかもしれないけども、今なんかフラフラしてますよね。でこの写真見たら
あれ C さんですか、 C さんの方がなんか自信があるような顔に映りますよね。それはね、共産党っていうのは弱い立場にある、数は少ないからね、失うもの何もないんです。ところが民進党は共産党と組んだらね、どん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 侵略されるっていうか、侵食されるわけですよ。そんなバカなことをいまだにやるってなったらね、私はもう民進党は自滅すると、まあ、それでもいいと思うんです、私はね。それでしっかりした自民党の中にね、いろんな派閥ができて、そこで順番に政権交代やってればいいと、その方がよほど日本は安定するという感じがしますよ。だから今日言いたかったことは、つまり二大政党はいいことだっていうね、メディアが言ってるような、あるいは政権の受け皿が必要だ、交代のね受け皿が必要だって、そんなバカなこと、根拠もないことを言うべきじゃないということですね。我々はそういうふうにして洗脳されてますけど、学校教育でそう洗脳されてるわけでしょ。優れた民主主義っていうのは二大政党だなんて、あれは習ったじゃないですか、イギリスとかアメリカの例もね。でも日本はね、そんな争点がないわけです。何度も言いますがね、一億総中流だったら争点ができるはずがないんですよ。二つも政党を作ってね、お互いにその何ですか、政権交代をする必要がないわけです、そもそも。だから今まで一応政権交代はね、細川内閣以来ありましたけど、すぐまた戻ってるでしょ。そういうことだと思います。まあ、私が甘くしたってましたあと野党からね、もっと違う案が出てきてもいいのかなと思うんですよね。政策的な、ね、議論が国会でなされてないですよね。だからそれはできないんですよ、というのは全部自民党がやってることだから。でもね、私が言ったように違いがないんですよ。でも国民の声を聞くと、やっぱりそれは今の生活に満足でも、必ずしも政府の政策すべてにみんながこれいいって絶対思ってるわけではないと思うんですよ。だからそういう声をもっと普通の野党で、本当に野党できちっと政権取りたいって言うんでしたら、そういう声をもっと吸い上げて政策としてやっていけばもっとついていくと思うんですよね。でもやってないじゃないですか。あとあれですよね、中選挙区制の時にね、その、派閥政治があったわけですけれども、その間、派閥政治だとそれこそその政策の違いとかではなくて、権力闘争がメインになってしまって、黒い金の動きがあるとか、そういうことに国民が嫌気がさして、小選挙区制という小沢さんの夢に乗っちゃったっていうのもあるんじゃないですか。もちろんその二大政党制が必ずしもいいとは思わない、その馬淵さんのねおっしゃることも大いにその通りだなっていう、まさに問題点が今出てきてるとは思うんですけれども、しかしかといって昔のような自民党の派閥政治に戻ることが本当にいいんでしょうかね。なかなかそこは難しいなと私なんか思いますけれどもね。ただどうなんでしょう、先ほど言ったその共産党との選挙協力、前原さんは、僕も直接話したことありますけど、本当共産党嫌いで絶対本音じゃ嫌なんですけど、枝野さんがあまりにも今回結構強かったんで仕方なくっていうところで迷ってるとは思うんですけどもね、これいっそこれ民進党はもう共産党と全面協力をして、で嫌なやつはみんな出てけって言って、もう残った人だけでそれこそ共産党と交流するなりなんなりしてやったらいいじゃないですか。そしたらはっきりするかもしれないですね。将来の姿はそうなるでしょ。だから前原さんが率先して民進党を出ていくっていうことですよね。そうそう、だってもともとその小沢さんと鳩山さんが政権交代を目指した時も、もうとにかく政権を交代させるということがもう最大の目的であったから、結構右往の衆で集まらざるを得なかったわけで、それが未だに続いてるわけですよね。で結党以来ずっとその政策的な対立軸も打ち出せてないし、最初はまだ、打ち出せていたんですけれどもね、その政権を取るためという目的のために、それが失われてからはもうまさに今おっしゃったように政策の差がなくなっちゃってるわけですよ。だからその頃の問題を延々に解決できないまま来たことに民主党民進党のやはり失敗の原因があるとは思いますけどもね。ということで、なかなか新しい視点をね、今日はまた馬淵さんからいただいたなという感じがします。ありがとうございました。